ンチニュース。コロナ禍の最前線で戦ってきたメンバーがようやく立てたホールの舞台。2月23日、立東芸術文化会館さきらで滋賀ネクサスオーケストラの演奏会が開催されました。滋賀ネクサスオーケストラは滋賀県を活動拠点としたアマチュアの室内管弦楽団です。お医者さんもいますし、看護師もいますし、あと保育士、それから医療関係ですね、病院に勤めているもの、教師もおりますし、あとは福祉施設で働いているもの、介護士などもおります。コロナで外出を控えておられる小さな子どもさんにとって、生の演奏を聴くっていう経験はなかなかないかなと思う中で、いろいろな方に聴いていただきたいと思って演奏会を開くことにしました。ホールでの開演の前にロビーコンサートも開催。お面を作ってみたりとか、ぬいぐるみを並べてみたり、あと参加型という形でちょっと身振り手振りも一緒にしながら演奏をさせていただく。さあ、みんなで歌いましょう。子どもたちも一緒に体を動かして音楽を楽しんでいました。そして中ホールでのコンサート。もともと2020年に演奏会を予定していたのですが、コロナ禍で中止に。活動が難しい中、昨年の6月に正式に団を結成し、今回ようやく初めての演奏会にこぎつけました。約2年かけてようやく今日開催させていただけることになって、団員もすごく嬉しい気持ちで。集まりにくい環境の中、オンラインでの打ち合わせなどを利用しながら準備を進めてきたそうです。いろいろ試行錯誤をしながら、みんなのつながり、絆を守ってきた。コロナの最前線で仕事をしているメンバーが割とたくさんいるので、そういう意味でこの団を立ち上げたっていうところは大きいかなというふうに思っています。また今回のコンサートは小さいお子さんも入場可能でした。クラシックの演奏会は小さな子どもさんが入場できないことが多いんですけれども、小さな子どもさんにもぜひ生の演奏を聴いていただきたいというふうに思って、今回0歳から入れるという形にさせていただいてます。年齢を問わず、さまざまな方がオーケストラの音色を楽しみました。初めてこういう歌を聴かせてもらったんですけど、とても楽しんでできたので良かったかなと思います。楽しかった。曲とか聴くのすごく好きなので、なんか生演奏聴けていい経験になったと思います。この子も生まれた時からコロナ禍だったので、なかなか本当にこういう経験はなかったので、やっとねこういうのができるようになって良かったなと思ってます。ありがたいです。ネクサスは絆、つながりという意味。音楽が人々の絆をつなぐ素敵な演奏会になりました。